岡戦のこう評価を川北コーチからキーパーコーチからお願いします、はい、全然ダメですね全然ダメですちょっと内容厳しかったですけども、はい、でも勝ちましたがでもやっぱダメですね一応後ろにいるカルロスが一番分かってるやめやめやめカルロス、うちの選手でも久しぶりに復活された原さん、はい、で後ろのヒロキ大輝ですヒロキじゃないです大輝です名前間違えない違う、ヒロシの真似したから何がダメだったですか、ね、いや、よう頑張ったと思いますよ、はいはいまあ、最後あのパワープレイやっていたところで、はい、2人ウェリントンと、はい、誰だったかな11番ああ石塚11番、坂田か、はい、を吹っ飛ばしてね、パンチングして、はい、そのパンチングのボールもあのペナリーをちゃんと出て、はいまあ、そういう強さとかが出てきたんで、はい、すごく、はい頼もしくなってきましたね。まあ、自分で振り返ると、はいまあ、そこは僕が寄っててパンチングしたと思うんですけど、はい、他のところはみんなが頑張って前で思ってくれたから僕は、はいまあ、あんまやったことないと思うし、まあ、みんなが1位になってよう戦ってくれたから、はい、ゼロに収まるってことができたと思います、はい、川北コーチ、ゴールキーパーコーチはパク選手にとってどんなコーチですか、まあ、厳しい先生ですけど笑ってんねんお前まあでも、まあ、熱いし、はい、今日、まあ、いいことちゃ、はい、いっぱい教えてもらったから、はい、今年試合出るようになってますし、はい、まあ一試合一試合、はい、見てみても何も出へんいつも、まあ、映像見ながら、はい、僕がよう頑張ったことと、はい、できない部分をちゃんと見せてくれ、はいいうことが一番いいことだと思います。もともとシュートストップとかすごくいい選手で、はいまあ、でも基本とかはちょっとまだまだおぼつかないところあったんですけど、はいまあ、そこのところ伸ばしてあげたいっていうのもあったんですけど、はい、一番は、まあ、打たさないキーパーが一番いいと思うし、ユニフォームが綺麗なまま終わるキーパーが、まあ、見た目によったら全部正面に良かったねとか、飛んでこなかったねって言われるのが一番キーパーとして褒め言葉っていうか、なるほど、まあ、そういうキーパーになってもらいたいな、まあ、最初に受け持ったキーパーがまあまあ経験もあるキーパーやったんで、はいまあ、応用編みたいな感じでこう組み立ててったんですけど、トレーニングとか、はい、今はもう結構基礎からやね、基礎からがっつりやっていくところと、まあ、応用的なこともやってたんですけど、はい、もう少し基礎のところをきっちりやっていかんと試合出るなっていうのがあるんで、まあ、そこは僕の落とし込みはちょっと悪かったなっていうのはすごく思いました。あの名古屋戦だけじゃなくて、あなるほど、このウェブチャンネルを見てる人だけに教えるキーパーの見る面白さ、ここを見てくれというのをまずはじゃあコーチから。僕らですか。はい、まあやっぱ一番はあのストロングポイントなんで、あの、はい、身長もでかいし、まあ、ハイボールのところで蹴散らしてほしいですよね、トゥーリオとか。お前の時代も終わったあ、もうじゃあその接触のところというか、はい、そのところで吹っ飛ばしてほしい。はい、まあ吹っ飛ばすし、はいまあ、うちのディフェンスラインもすっごい頑張ってるんですよね。ウェリントンも止めましたし、はい、やっぱ最後はあって際のところで、まあ、ソンスが出てってくれてね、うん、あのパンチングしてくれて、はいまあ、チーム助かったところもありますし、はいまあ、そういうところをどんどん共同戦はもっと入れてくると思うので、2枚ターゲットいるので、もうバンバン来ますね。まあ、今まではちょっと無駄に出て、まあ、ケチミスミスとかしたりことが結構あったんで、まあ、福岡戦の時からはちょっとちゃんと見極めて、はい、出れることははっきり出て、はっきり、まあ、ケチとかパンチングとかできるようになったから、はい、次の、あの共同戦もはっきりや。まあ、パッチングのところはもうちょっと山越えて大きくパンチングするし、決死 はちゃんと決死して相手の攻撃を終わることをやりたいです。川北コーチ、めちゃくちゃ大阪弁がきついんですけど分かってます？まあ、もう慣れています。もう慣れてます？3年目だから。大阪弁そんなきついですか？あれ何言ってんのかなって分からない時に なかったですか？まあ、僕はなかったですけど、1年目の時に、はい、あの子にさんがいない時になんかユングが活躍してくれたけど、その時何言ったか分かんないです最初の頃
何言うとかわからん方っていうのはね、そのおもろいな今言うなよお前ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次のホームは京都線。